はい、というわけでどうもこんにちは、こんにちは、まあこんにちはですね。はい、にたくんの二乗日記64です。いやーね、まあラフな話ですね、今日も。はい、というわけでね、まあね、今日まあ早めに起きたということでね、まあ、まあ今日給料日や、やっぱウキ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 っていうか、まあね、嬉しい給料日であって、ね、親に返さなあかん分をとりあえず返して、あと自分の分やけど、あとあれやな、保険代と自分の入ってる保険と携帯代やから、まあ今とりあえず3万何本ぐらい下ろして、残り1万はまあ、あんましなって、まあ3万何本下ろして、でまあ今1万残ってるんですけど、まあ、それはまあちょっと、まあとりあえず手つげん、まあ、この今持ってるこの3万何本でやっていくってことで、はい、まあとりあえずね、まあ、やっぱね、貯金所管とね、僕の会社はパーなのんで、はい、なんでまあ貯金も始めなあかんと、もうなんならもっと早く始めとけやって話なんやけど、まあちょっとずつ、まあそこは成長かなと思うんですけど、まあでまあね、でまあ今俺チャンネル登録者数は152人のままやけどね、まあであとあれやな、まあなかなかやっぱね、ライブとかほら見に行きたいけど行けんみたいなあるやん、寝てて、あとなんかいろんな事情でね、あれかな、あれやな、桃一郎さんね、そう、152人、まあほぼ俺と一緒ってことでね、まあおめでとうございますもんね、まずは150人突破をおめでとうございます。はい、まあほぼだからほぼ俺と一緒やけど、多分抜かされるよ。はいね、まあもう、まあ、多分本人が一番びっくりしたんじゃないかな、あれ、まあええー、ってね、逆にね、はい、だまあ俺もね、俺はあれで、まあまあ友達とね、いろいろ話しちゃったけど、まあそれはもう、まあまあ自分のペースがあんまりいいやんっていうことを言われてるんで、はい、友達にね、はい、まあまあ俺は、まあ俺なりのやり方でやってるわけやけど、まあ、まあ、やっぱね、やっぱ、まあ、前も言ったと思うけど、動画撮れるもんやっぱ、まあ、水曜日とかね、こういう水曜日の休みの時とか、まあまあ、やっぱ休み前の火曜日の夜、水曜日、で、金曜日の夜、で、土日と。それしか撮れへんのよ。まあ、すいませんけど。頑張れば撮れるけどね。でも、眠いから多分、眠い方優先して、結局、ほら、火曜日になるっていう話なんで。だから、月目はほぼ動画投稿なしかな。うん。ほぼなしやと思う、月目。ただ、火曜日の夜と水曜日とか、金とか。まあ、そこもしかしたら、というか、多分投稿すると思う。はい。やっぱまあ、レイロさんに曰く、まあ、新しいこと始めろと。まあ、で、あと、あれや。まあ、その前に、まあ、レイロさんが言ってたのは、まあ、まあ、たくん、まあ、動画休めと。一旦休めと。まあ、そうそう、前回の日曜日記63で話したんだけど、まあ、それ、まあ、見たらしくてね。はい。まあ、結論上言うと、まあ、一旦動画休めと。なんか言うたら精神がパーなる可能性あるから、精神がね、まあまあ、パーなる可能性あるんで、まあ、一旦休めと。休んどんやけど、まあ、やっぱほら、まあ、まあ休みの日ぐらい、まあ1本2本ぐらい投稿すればっていうね、まあまあまあ、まあ、気まぐれじゃあかんないけど、それ毎日したいんやけどね、月火水木金最低1本でも。やっぱ眠いのよ。月木は絶対眠くなんて大体寝るのよ、ご飯食って。お休みやから、月木は。だから、この水曜日とかね。あとまあ、これ金曜日。そういう、だから、この水、金、土、日とか、あと火曜日の夜とか、使わん、じゃないと多分動画撮れんかな。うん。まあ、もしかしたら動画撮りたいけど、友達と電話したいなっていう、そっちの方優先してしまうかもしれんのやけど。はい。まあ、うん、まあね、まあまあまあ俺なりにね、俺なりっていうか、まあまあまあゆっくりっていうか、まあ確実に、まあ、チャンネル登録者数も、まあ、増やしていきたい。とりあえず200いこう。まあ本当目標は300なんやけど、
200、とりあえず200目標して、で本当の目標の300ってことにしよう。はい、とりあえず残り48人ね。まあただ残り48人やとしても、まあ今の現状、まあ今までのままだと多分ダメ。いやだからまあショート投稿するのにね、そう、まあ、まあふざけたっていうか、いつも通り俺のふざけた動画を、まあ、普通に投稿したり、あとショートで投稿したり、まあ他のところでせいでまあするかわからんけど、でも多分メインが YouTube やからな。まあ、昔、まあ、僕あの配信、まあ、ツイキャスとか、まあ、ツイキャスがメインでやってたかな。5年4年くらい、まあ声真似とか。そう、ほんで、そうよ。全然使ってないやつが声真似よ。まあそれ活用したらみたいな。まあ、桃いちごさんかとかね、まあ言ってたんかな。そう。あと、まあ癒しやから、あと声真似とかも活用したらみたいな。確かにな、声真似最近、あれやもんな、あれ以降、まあ出てきてないもんな。だから、まあそれも、てかもうそれも、はい。アドバイス的なね、アドバイス的なもんもらってるからね。あの、タクレイド桃いちご。まあ、タクレイド桃いちごラジオやったけど、忘れんなって話やけど。次の第4回いつあるか知らんけども、そこは。知らんけど、まあ、あれよ。まあ、とりあえず声真似な、まあ、活用していけたらなと僕も思ってます。はい、そこは。ね、はい。まあ、いやー、まあまあ、いろんなことあると思う。もう前回言ってたと思うけど、まあ、ストレスね。ストレス性の多分胃腸風邪っていうか、まあその、まあ胃が、ストレス、まあいろんなストレスで、まあ体調不良なり、なるという。まあ薬飲んどるけどね、今、まあ、まあたまに忘れときあるんやろ。いや、飲めやって話なんやけど。まあだから、その、まあストレスから来る、まあ胃腸炎みたいな、わからんけど、多分そういう感じなかな。まあ前回もそうやったんで。まあしゃあないけどな。ほんと、こればかりは。まあ、やっぱね、まあ、僕の場合、いろんな、まあ、マイナス思考やな。プラス思考じゃなく、マイナス思考考えんのよ。あれ、なんで俺だけ飲みんのよなって言って。なんで俺の他の人飲みとんのになんで俺だけ飲みんのみたいな。まあ、まあ、よろしくないけど、そんなマイナス思考考えるの。ポジ、まあ、言うたらポジ、まあ、ポジティブかな。ポジティブに考えるんは、あんまよろしくない。でも、なんかやっぱ考えてしまうや。俺の場合なんか。で、あいにくはやむという。で、LINE の名前書いてな。やんだ、助けて、みたいな。まあまあ、まあ、いろんな、そこはやっぱね、まあまあ、友達と話して、それでまあ解決していけたらなと、まあ思ってます。まあまあ、友達もね、やっぱあのマイペースでいいやんって。なんか抜かされようが、なんだろうが、まあ、マイペースで行ったらいいや、みたいな。そのまま、まあ、それは俺のチャンネルやからな、それ。まあ、人は人のやり方あるから。俺は俺のやり方、まあ、たっくんなりのやり方やっとるわけやから。まあ、でも、まあ、近々でも、まあ、ちょっとずつ、まあ、新しいことは始めていきたいかな。はい。声真似。もしかしたらほら、たっくん12期、声真似混じりっていうか、まあ、声真似の、とかあるかもしれんし。まあ、こういう真似入れながらとかね。まあ、それもいろいろ考えてるんで。はい。まあ、今日もしかしたら1本、2本。まあ、1本か2本かわからんけど、なるかもしれんけど。まあまあまあ、まあ、僕の思いか。僕の思いとか。まあ、それを、まあまあ、受け取ってくれたらなと思います。はい。ね。で、今日、まあ、朝活のゲームはできんかったけど、まあまあ、しゃあないな。まあ、できるときはできるけど、いやまあやるけど、まあ、無理なく、やっていきたいと思います。はい。まあまあ、これが俺の YouTube は、まあ、次は200人目指して、まあ、本当の目標は300やけど、200、まあ200目指して、まあ活動していくわけなんですが、まあ、まあね、まあ今後でどんな風に、まあ、どういう風に成長していくのか。まあ、癒しついとるもんな。まあ、でも、まあ、声だけでも癒せるよって聞いたことあるし。はい。あと、まあ、面白い動画とかね。まあ、ネタ、そう、最近ネタ系の動画もちいいなと思うな。
まあ歌う系はたまに統合してるけど、まあ、それもちょこちょこ統合したりして、まあやっぱいろんなこと考えて投稿していきたいと思います。はい。でそれでまあちょっとでもチャンネル登録者数増えたらなと思っています。はい。ね、そのまあ改善点、いろんな改善点もあるんやけど、まああのガキの使いみたいに何回も繰り返したやつとかまあ、あれや、最低でもまあやっぱ3回とかね、そう繰り返しがあっても2回とか、まあ、まあいろいろ考えて、はい、まあ友達といろいろ考えてね、まあちょっとずつ頑張っていきたいと思います。はい、10分過ぎましたね。はい。で多分この動画は編集せなあかんが、まあ、昼間には投稿したいかなぐらいかな。はい。まあ、ちょっと下手したすぎるかもしれないけど、はい、まあこの2分、まあ、この、まあ、このタックの22期はね、もうまあね、あ、まあ、思い受け取って、まあ温かくね、まあ見守ってくれたら嬉しいです。めっちゃ神々やけど、神々っていうか、うん、ちょっと神、まあ、つまりず、うん、やけど、はい、まあそれでも、まあ見守ってください、これからも。はい。まあ、いろんな動画でもライブでも、ライブまあライブであろうとも、普通の動画であろうともね、まあとりあえず本、まあ、まあとりあえず200で本当のまあ目標300とやっていきたいと思います。いやね、まあ今後まあもしかしたら1本とかだけかもしれんけど、1、2本、まあでも頑張っていきたい、まあ無理なく頑張っていきたいと思います。はい。というわけで終わりましょうか。はい。はい。というわけで、ね、ほんと、ね、まあ、あんまり動画上げないんで、まあ、すいません。ね。やっぱ、まあ、僕もね、ちょっと気分の浮き沈みがね、あるんで、はい。やっぱテンションが高い時取らんとね、こういうのって。まあ、もしさ、言うことによって、まあ、ちょっと改善、まあ、ちょっとは、ふうって感じでしていくかもしれんし、まあ、これからも、まあ、たくんのことを、まあ、僕のことをね、まあ、見守ってください。はい。ね。謎の間、はい、見守ってください。というわけで、今日のタックの12キロ54、終わりたいと思います。というわけで、次のね、まあ、動画またはライブでお会いしましょう。というわけで、さよなら、ワニーバー。